これからのサンケアに必要なこととは。これまでは太陽光の一部である紫外線から肌をいかに守るかという点に着目してきました。今後のサンケア製品は自然の恵みである太陽光をうまく利用してより美しく健康になれるように進化していくべきだと考えています。我々は美を追求する企業として人々の望む美の実現に向けて努力を重ねていく必要があると考えています。そのために真摯かつ積極的に新しいものを学び、それを生かす姿勢を持ち続けたいと思います。世界初の成分アプローチで紫外線を味方に変える、資生堂の肌研究はこれからも進化を止めない。時代はサンケアからサンデュアルケアへ。